何ヶ月も留守にした後で戻ってくるとちゃんと自分の素が分かる。ここはスパルタだ。ここでは歓迎されないと思う。これには分からないことが多いがね、カサンドラ。実際来れば誰でもここに帰れるものさ。そういうあんたのことはまた別の機会があったら話そう。無事でよかった。航海は順調のようね。私の命を狙ってないのはポセイドンくらいかもな。テラには言った？彼は見つかったの？ああ。何か言われた？私の出生のこととやるべきことを聞いた。全てを知ったのね。あの人は父親じゃない。私はただの武器だ。そんなことないわ。あなたは愛されて生まれてきたのよ。また一緒にスパルタの地を踏めるとは思っていなかった。気持ちの整理がつかない。ここの暮らしが楽園のように感じた時もあった。そうでない時も。スパルタは私たちの故郷よ。でも平穏に暮らすためには傀儡の王を何とかしないと。昔の家はどうなったんだ？私が去ってもニコラウスは残ったの。でも彼がいなくなった今はわからない。確かめに行こうか。ええ、でもその前に見せたいものがあるの。遠くへ行っても逃れられなかった。そうね、ナクトスでは忘れていられた。まるでスパルタを箱に入れて海の底へ沈めたようだったわ。
この箱には家族の思い出も。そうしたかったけど、そんな大きな箱を作るには国中の木がいるわ。ここであなたに初めて槍を教えたわ。ああ、ためらいは死を誘うのみ。覚えていたのね。おかげで死なずに済んだ。あなた、夢で怪物と戦うって槍を手放さなかった。寝静まってからよく取り上げたものよ。相手はケルベロスだったからな。子供たちが噛みちぎられる。助けないと。カサンドラ待って、手を出さないで。ここはスパルタの訓練場よ。アゴゲが少年を成長させる。手を出せばスパルタが弱くなるだけよ。見殺しにしてもスパルタにとって良くない。狼も殺せないならスパルタにとって良くないわ。さあ家に行きましょう。行くぞ、フォボス。あの訓練は厳しすぎる。少しも厳しくない。それに効果的よ。選抜されるとクリプテイアになる。平和の守護者、夜の追跡者よ。夜の追跡者。スパルタが変わらないのには理由がある。厳格な統治よ。スパルタはラコニアを支配してるけど、大半の住民は奴隷なの。工作や採掘を強いられる労働者よ。奴隷？なぜ反乱を起こさないんだ。スパルタの作物が養われ、スパルタの精神に守られているからよ。初めはペルシア人、今はアテナイ人から。分をわきまえないとクリプテイアの粛清を受ける。なるほど。人の多くは安らぎに犠牲を払うものよ。多くがそうでも全員じゃない。スパルタにもっと。バフセ、ここは私にとって唯一安心できる最初で最後の場所だった。槍をつかめる年頃になった途端、朝から晩まで庭で訓練をしていたわね。ニコラウスには褒めてもらえなかったな。本心はまるで違うのよ。夜になると決まってスパルタの希望の光だと言っていたわ。恨んでないとは言えない。でも彼の訓練がなければ今の私はない。あの日のことは今も深い傷として残ってる。でも久しぶりにあなたとこうしていることでようやく本当に立ち直れそう。私もだ。初めて弟を抱いた時覚えてる？怖しそうで怖かったよ。ありったけの毛布と枕で包んだっけ。それでもきつく抱きすぎて息を止めてしまうって焦っていたわ。昔から頑丈なやつだった。これはきっと目の錯覚だな。
久しぶりだな、ブラシダス。燃え盛るコリントスの倉庫から助けてやって以来じゃないか。俺の記憶と違うぞ。元気そうね、ブラシダス。噂は本当だったのか。生きていたんだな。死んだと思われた人の大半は生きてるわ。家に帰ったと聞いてな。ここまで来て家にはまだよ。家を取り戻したいんだ。ニコラウス失踪後、スパルタがお前たちの家を接収した。養子である息子に渡す気でいるが、まだ戦地から戻ってこない。ステントールに？海岸で殺しておくべきだったな。取り戻すにはどうすればいい？王たちと交渉してスパルタの市民権を得る必要がある。容易ではないぞ。なぜ？王たち、特にアルキデモス王はこの再会を喜ばないだろう。お前がスパルタを去るとき、あまり褒められるようなことをしなかったからな。鼻を折ったこと、まだ根に持ってるの？なんだって？とにかく彼は忘れていない。だが許してもらう方法がある。それは？スパルタ兵たちが奴隷に武器を与えている。裏切り者を始末すれば恩を感じないわけにはいかないだろうな。一体なぜスパルタ兵が奴隷を助ける？奴隷の数はスパルタ市民を大きく上回る。だが指導者はいない。大半が農場の労働者や使用人だ。彼らを束ねて武装させ訓練すればスパルタへの大きな脅威になる。だがそのスパルタが彼らを武装させていると言ったよな。だからこそ早急に手を打たなくてはならない。奴隷が武器を持つ理由を突き止め、王たちの気を引いてみせろ。そのスパルタ兵はどこに？エウロタス森林のゴラニ大理石採石場で目撃されている。兵士たちを見つけた後はどうすればいいんだ？スパルタ兵は指揮官に忠実だ。そいつを倒せば残りは消えるだろう。武器は？全て破壊しろ。先の鋭い農具を手にした奴隷でも手を焼くんだ。剣など持たれでもしたら、いくらスパルタでも対処できない。つまり無用な反乱を煽るスパルタの指揮官を倒す。そうすれば家を取り戻せるんだな。簡単じゃないか。片付いたら謁見の間で会おう。母さんは？ここは私があなたを育てた場所、そして私がレオニダスに育てられた場所よ。墓にお参りしてくるわ。あなたも行く前にそうしなさい。わかった。